メガドライブミニは1980年代から1990年代にかけて発売された家庭用ゲーム機メガドライブの復刻版セガゲームスが2019年9月19日に発売したなおセガゲームスは2020年4月にセガと解消しており以下一部でセガと略記する日本国外でも各市場向けの仕様でリリースされ 北米市場ほかアジア圏においては日本と同日に欧州市場では同年10月4日に発売された。なお北米ではセガジェネシスミに欧州ならセガメガドライブミに名となる。これらについても簡単に解説する。1980年代から1990年代にかけてセガゲームスの前身セガエンタープライゼス時代に 販売していた家庭用ゲーム機メガドライブを現代のアーキテクチャで復刻した2001年のドリームキャストの生産停止以来18年ぶりセガゲームスとしては初となる家庭用コンピュータゲーム機であるなおセガグループ全体としては2004年から2005年にかけてセガトイズから本機と同様にメガドライブ用ゲーム数作がプリインストールされたゲーム機 メガドライブプレイ TV が計算バージョン発売されている。また、メガドライブミニは公開されたゲームプラットフォームではないため、本機が出てもドリームキャストは最後のゲームプラットフォームである。2018年4月14日に開催されたセガフェス2018にて第一報がなされた。当時、メガドライブミニという名称は歌唱で2019年の続報発表時に そのまま正式な名称となった。当初は同年内のリリースを予定していたが、反響がセガの予想を超えて大きく、海外からの要望にも適切に応える必要が生じてきたため、2018年9月、2019年に販売時期を延期すると発表して、当初の仕様も白紙に戻して一から再設計した。日本では発売時期が、 平成から令和への改元の時期に当たっていたため、令和最初の新ハードというセールスコピーが使われた。オリジナルメガドライブが全世界で展開されていたことから、メガドライブミにも各地域限定のソフトを収録した版が発売されている。基本的には各地域でしか買えないものだが、日本のセガも特別に数量限定で発売している。 各地域独自の具体的な作品タイトルについては、口日。夏季は日本のセガが直接発売に関与したバージョンに限定して記載。夏季の出店外観は初期型の原点デザインのまま、スケールを約55%縮尺したサイズとなっている。このスケーリングサイズは、任天堂クラシックミニスーパーファミコンなどの先だって、リリースされた他メーカーの復刻系ゲーム機に近く、 並べておいた際に収まりが良くなることを意識したものである。なお、他の復刻系ゲーム機では、電源スイッチリセットボタンを除いて省略されていた、本体の各部品稼働がダミーパーツであり、実際の機能が付加されていないものの、オリジナルと同様に動かせるようになっている。セガだけではなく、他のゲームメーカーからリリースされたタイトルも含めた全、メガドライブゲームソフトから、 メガドライブの時代を再現するという内部的テーマを元に厳選された40作品に加え、新規に移植される2作品の合計42作品がプリインストールされプレイできる。なお、全地域共通で収録される作品と、それぞれの地域限定で収録されるタイトルの2種類に対別できるため、総タイトル数は若干多くなっている。他メーカーの復刻系ゲーム機同様、 オリジナルのロムカセットをスロットに装着して遊ぶことはできない。また、公開された仕様ではソフトのダウンロードはできない。対応言語は日本語のほか英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、反対アザ、韓国語の計8個と5。設定を変更することでメニューのタイトル名、ゲーム紹介テキストのほか一部ゲームを除きメニューに表示されている。 パッケージデザインやゲームのバージョンも、該当地域向けに変更され、海外版を遊ぶことができるようになる。例えば、バンパイアキラーの場合、言語設定を英語に変更した場合は、北米版、キャッスル・バニア、ブラッドラインズが、フランス語に変更した場合は、欧州版、キャッスル・バニア、ザニュージェネレーションが遊べるようになる。ソフトの移植は、セガエジズシリーズなど、レトロゲームの移植で、 多数の実績を持つ M2 が担当した。メガドラミニと同時期に展開されているレトロゲームシリーズセガエージズとは別ラインで制作されている。なおセガエージズのようなゲームへの付加価値要素は基本的にないが、プレイ途中のセーブ機能は付けられている。ゲームをセレクトする際のメニュー画面で流れる BGM はベアナックルなどメガドライブのゲーム音楽を 多数手掛けた古代雄造による新規書き下ろし楽曲が使われた。国内ではオリジナルハード後期モデルメガドライブにリリースの頃に制作、単品販売したゲームコントローラーファイティング6バイトパッドを同じサイズのまま接続端子を USB 仕様にしたコントローラーメガドライブミニコントローラーが1個付属する基本モデルと2個付いている。 メガドライブミニ W モデルの2種類が発売された。北米、欧州版では初期型の3ボタン使用コントローラが付属する。なお一部の収録作品は3人や4人のマルチプレイが可能だが、オリジナルのコントローラー接続端子拡張ユニット、セガタップに代わって、IT 系周辺機器メーカーバッファローとタイアップした、特定のム用 USB ハブをニ P コントローラー。 接続端子に接続することで、マルチプレイに対応する。なお、メガドライブミニコントローラーは、セガ直営の EC ショップ、セガストアでも単品販売するが、入手制には限界があるため、前述したバッファロー製の USB ゲームコントローラーのうち、セガが指定した特定の機器のみ、代替品として使用が可能となっている。指定された機器以外は、 基本的に動作しない仕様である。映像、音声出力用に HDMI 端子が用意されており、本機販売時には標準的に家庭用テレビやモニターに HDMI 端子が備わっているので接続できる。電源入力端子はマイクロ BUSB 端子である。AC アダプタは標準付属していないため、スマートフォンの充電などに使われる 5V1.0A。 5W 以上の出力ができる USB の A コネクタに電源供給が可能なアダプタが必要である。元のメガドライブの性能をフル稼働すると消費電流が USB 端子より供給される 1A を超えてしまうため考慮して移植する必要があり、その制限を超えてしまうメガ CD やスーパー 32X 用ソフトは移植候補から外れたという。なお、正規の利用法ではないが、 ニンテンドークラシックミニ用の AC アダプターの定格は近地なので流用できる。公式サイトではテレビ PC 等のスタンダード A コネクタから電源を供給することによっても動作が可能としている。その他の付属品はディスプレイ接続用のハイスピード HDMI ケーブル、電源供給用の USB ケーブル、取扱説明書、保証書など。各 ゲームタイトルの説明書は添付しておらず、本体で電子説明書として閲覧する機能もない。公式サイトにて、各タイトルの発売当時の説明書が PDF ファイル形式で公開されている。全タイトルは一挙発表するのではなく、ある程度まとめた数を時期を分けて発表されるという、プロモーションがなされている。前述のハード仕様の理由により、 メガ CD 用ソフトやスーパー 32X 用ソフトは含まれない。下記表は、基本50音順。ぷよぷよシリーズ、ぷよぷよ、ぷよぷよ2、ソニックザ・ヘッジホックシリーズ、ソニックザ・ヘッジホック、ソニックザ・ヘッジホック2、シャイニングフォースシリーズ、シャイニングフォース神々の遺産、シャイニングフォース2イニシエの封印。 完全新型としてでは2020年11月10日発売の Xbox シリーズ XS が初となる。よりも2日早く発売するためただし口述のセーブ機能ではセーブ時点の言語として丸ごとセーブされ、ロード時にはその言語仕様で実行される。例えば、英語設定時に日本語設定時にセーブしたデータを読み出すと、本体側のメニューは英語だがゲームは、 日本仕様で実行される。基本的には発売当時と同じ記載内容であるが、一部のタイトルには編集が加えられている。特に、スノーブラザーズ、スラップファイト MD は原点が天元マニュアルと称される、奇抜な内容のため大幅に編集されている。ゲームの缶詰はケーブルネットを使って配信していたダウンロード版。詳細は項目先を参照。 同日のセガフェス内、ステージイベント、メガドライブミニこぼれ話にて詳細な内容が発表された。アジア版のみ、第2弾にて収録が発表された。デフォルトでは、北米、欧州版がドクターエッグマンのミーンビーンマシーン。アジア版がプヨプヨとなっているが、言語設定を変更することで両作品とも遊ぶことが可能。アジア版のみ、プヨプヨとして、 第3弾にて収録が発表された。当日の配信では、メガドライブミに内緒話なる副大的なタイトルも、併記された。当日の配信では、本機とは別のゲームを扱っていたコーナーもあったため、メガドライブミに噂話と、副大的なタイトルが関されたコーナー内での発表となった。AB メガドライブ版はセガから発売された。AB メガドライブ版は、 天元から発売された。システム16版をベースに新規移植したものであり、2006年発売のテトリスコレクションに収録された版とは異なる。ありがとうございます。